君の盾が、ついに届いたよ。明らかに中身入ってる潰れ方じゃなかったのはさておき、届きましたよ、銀の盾。個人的には今更なのですが、とりあえず開けましょうかね。10万人目の登録者を覚えていますか？みたいなメッセージ文、すまんな。当分の私の目標は、YouTube に頼らず十分稼げるようになることなんだ。扱い雑。だってただの紙切れですし、トロフィーそのものはそこまで重要じゃない。大事なのは行動の積み重ねだろう。すげえ、ちゃんとカーボン調ってほとり出しづらいなおい。いつも通りグダグダですが銀の盾ゲットです。視聴者様様様様様ですね。なんて？ボタンのところを鏡にして映り込みを誘う、動画プラットフォームの鏡。へぇ。思ってた以上に鏡だわこれ。うっかり 4K で出したら、映り込みで住所特定されそうだな。言ってる間から危ないことすんな。自立しないだけの板とかアホやん古代エジプトかよって思ってたら、壁掛け前提の設計なんですねこれ。個人的に動画見返してて、プリウスのブレーキディスクの方がかっこいいと思ったのは内緒。あのディスク系でフロントブレーキっていうのが気に食わねえ。というわけでカーボン調らしく、このプリウスで銀の盾を引くというネタの準備をしてきました。行くぜ。プリウス銀の盾ミサイル。ああ、やっちまったなぁ。というわけで、レグノのトレッドパターンが印刷されました。スキルオンなるくらい荷重かけられるわ銀の盾踏まされるわ。レグノも大変だな。